平福百水平福百水十二月二十八日から九百三十三年十月三十日は日本画家歌人玉霊園にある平福百水の墓画家平福ふくみのるの4男として秋田県角野立に生まれた本名は定造幼い時から秋田市の合唱である名場家のコレクションなどで秋田欄画を見て育ったが八百九十年から 父から絵を学び始める。同年末に父が休止すると、翌年から父の講演者の援助を受け、本格的に絵を学び始める。同じ年の秋に開かれた防府の追悼画界で画祭を認められ、100年の100と保安の方を取って100スイゴース。1894年に上京し、史上派の第一人者、川端玉将のうちで死となる。 1897年に川端塾の先輩だった有気ソメイの勧めにより東京美術学校に入学する。1899年に卒業後、翌1900年にソメイらと武政会を結成。日本美術院のロマン主義的歴史画とは対照的な自然主義的写生画を目指す。1916年に近霊社結成後は中国の画像石や絵巻、南画への関心を示す。 古典回帰が見られる作品を発表。やがて1932年の小松山など自然主義と古典が融合した作品を生み出すに至った。一方で1903年頃からは伊藤幸男と親しくなり荒木派の歌人としても活動し、歌集、冠築を残す。島木赤彦は百水の絵画半部会を開催することで荒木の経営を助けた。また、 秋田蘭画の紹介にも努めた。作家、田口菊亭と親しく、菊亭の孫の高井雄一の小説、夢の日に、棚町鼓山として登場する。平福は、平福を中心に、川端隆子、小川専用、小川宇泉らと、日本画グループ、三五会を形成した。三五会は1915年から1924年まで10回の展覧会を主催している。 戦国私立角野立町、平福記念美術館現在も使われている岩波書店の出版物、裏表紙中央に配された岩波の壺形マークは平福百水のデザインである。伊沢 P23 伊沢 P25 ありがとうございます。